おい本田さん、目を覚ましてくれ。どうしてこんな風になっちまったんだよ。はい、ということで大変なことになりました。聖杯戦争って言って、まあ長きにわたってふざけてるんですけど、まあ昨日の夜ね、本田が祝いにさらわれましたっていう動画上げたんで、そっちまあいきさつわからない人は確認してほしいんですけど、まあ李三軍のね、僕の親友だと思われていた本田さんが今ツイッターで僕への誹謗中傷を繰り返してます。はい、まずツイート1個目こちら、こちら、もう結果見えてるやん。ベテランチさんの人生終わった。最高裁判所まで行けない。普通に終わる。岩井社長と裁判してお金失う。地位も名誉も失う。学歴が東京大学理科三類中退かっこ除籍かっこ高卒になる。人生終わり。絵文字絵文字絵文字。つまり東京大学理科三類ゴールは合格はゴールではなく、ただの入り口に過ぎないということをベテランチさんが証明してくれた。ありがとうございます。いやちょっと本田さん、昨日までの本田さんはどこへ。あんな仲良く俺と電話してたのに、配信で一番最初のベテランチのメインチャンネルの配信ね、見たことない人は見ててください。ベテランチを潰す方法は簡単明瞭や。筋を通せよ。首洗って待っとけ。これボケなんかな、どっちや。東大の医学部長に連絡することを検討いたします。ベテランチ潰す。ベテランチを除籍にしてもらう。東大の医学部長の連絡先を知っている。なんで学長じゃなくて医学部長。知り合い。本田さんの権力でいける。潰せる。どうだ。簡単や。東京大学理科さんで受かったのに除籍。人生終わったな。おいお前31歳の無職だろ。何を言っとるんだお前は。ベテランチは友達を裏切るやつだ。だから昨日の僕の動画、岩井社長とお前一緒にいるのかっていうのが、まあ、間違ってたんですかね。でも別に昨日の動画もそんな悪い言い方はしないんでね。その目を覚ませよっていう、そのもし岩井社長の仲間につくんやったらそれは間違ってるよっていう、あとシンプルにそのお笑いやしな。そのシンプルにお笑いやねんけど、そのどっちなんやろっていう、これ。はい、ということで動画上がってました。緊急動画激怒。ベテランチは友達をすぐに裏切るやつだ。本田裕介キング。はい、ちょ見ましょうか。ちょまだ僕ガチでこれ初見なんで、みんなと一緒に見ます。13分あるんかい。ちょ飛ばし飛ばし見ていきましょうね。長すぎるとあれなんで。じゃあコメントだけ見たんすよ。でも見るの怖くて、友達からすぐ LINE で本田さんの動画やばいの上がったぞみたいな、お前どうすんねんみたいな来てて、大丈夫かみたいな。でコメントが上から、せっかく聖杯戦争が面白くなってきたのにお笑いが全く分からずぶち壊してしまう勘違いキング。おめえが面白いんじゃなくて、おめえの周りで起きてることが面白いんよ。自分のことを本気で助けてくれようとする人に喧嘩を売り、金としか見てない人の味方になってしまう哀れな男。キング単品では面白くないの草。ちょやばい。やばい、マジで。どんな動画なんや、怖くて見られへん。ちょ見ます。はい、東大さんを貸す。ああ。東大さんを貸す。東大さんを貸す。岩井さん、その通りでした。おお、どうだ、ユースケ本田。東大さんは何も、東大さんの入学。なんやこの画面、どこおんねんこいつ。なんやこの部屋、と閉じ込められてるんやろ岩井社長に。いや、じゃあ大学生。おい、ほんまのこと言え。卒業生、OB、岩井社長に閉じ込められてるんやろ。一人ベテランチ。ベテランチ、まっけよお前。え、何裏切っとんの。裏切っとんねん。ね、裏切っとんねんって何？というので動画で話します。え、裏切ってはなくない？まずそう、裏切ってはなくない。俺はずっとその同じさ、LINE でさ、やってない。降りてなくない？ずっと。その、本田さん帰ってきてくれっていう。本田さんの味方だ、俺はと。で、岩井社長は敵だと。いう話じゃないの。ちょ、遅いな、ここ。はい、やれ。あ。誰やお前。何本田言うとんねん、お前。ベテランチ、お前ふざけんなよ。何が本当やねん。え、無理やぞお前。マネ若者やぞお前。おい、ちょこれどっちや、ちょこれどっちや、これどっちや、マジで。何言うとんねん、何待ちにさせずしとんねんお前。おい、ふざけんなよ。これちょっと良くないな、これちょ良くないな、伝わってないな、マジで。あー、おもし、あ、むずいな。タイトル何やねん、お前。タイトル何やねん、お前。
年上に向かってお前ホンダっておい。ふざけんなよ。いやいやサイヤン、ホンダ、死でもいいけど。死でもいいやん。ホンダサイヤン。ホンダ死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 なってまよ。おだしになってまよ。ホンダ死なってまよ。めんつゆなってまよ。ちょ待ってくれ、向こうもリアクション動画やからややこしなってるって今。嫌な怒り方。怖い怒り方やで。でもほんまに岩井社長と撮影はしたんかな。そこは否定してへんもんな。確かに岩井にあったけど、岩社長にあったけど。うん、あってるやん。お前を守るためにあったらどうすんの。え、お前ベテランチのためにえ会って喋っとったらどないすんのお前。俺を守るために会ってくれた本田さん。わかるわかる。じゃあ今そんな怒らんでも誤解ですでええやん。ごめん誤解やった。それはじゃあベテランチさんを、ベテランチ君を許してあげてください、お願いしますっていうことなんて簡単やで。やのに岩井社長の味方になったと勝手に判断する、まあ、何やねんこれ。いや違うねんな、ちょ違うねんな、マジで。あ違うな、違う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 。じゃあそのな、俺がな言ってることってな、この聖杯戦争の動画ってな常にな2個あんねん。で俺がその音にして言ってることとその動画が言ってることってその2個あんねんな。だその本田さんのことを本田って言ってるのとかはその1個目の言ってることというか、ちょ長いな、ほんでリアクション動画やから倍速にするか。トマホくんで LINE 何もさらしてんの、おい。さらして、さらしてんの、さらしてへんって。ふざけんな、トマホーク。何さらしてんの、さらしてへんって。ベテランチの情報何さらしてんの、おい、トマホーク。なんでこいつこんな怒ってんねん。いやいや、岩井社長も DM さらされて怒ってたけど、じゃあ岩井社長が DM さらしてたんやんけ。そう、お前の今お仲間の岩井社長は俺との DM 勝手にさらしてたんやぞ。ちょっとここ長いな。じゃあこんなリアクション動画撮るときはな、本田さんもっとな普段より多めに喋らんと、隙間が長いんやから。今ほらこれこれやらな、本田さんリアクション動画は。今日の夜、何月、10月24日2023年10月24日です。そうや、キングと連絡取れてたけど取れんくなりましたっていう話を。何をさらしてんの、おい、ふざけんな。何をトマホークと俺の連絡をベテランチにさらして、ベテランチが SNS で YouTube でさらしてんの、ふざけんな。いやちょ薄いな。スクショ音どうしたの、トマホーク、トマホーク、ふざけんな。ちょ薄いな。ちょ頑張れ本田さん、まだこっからもう一盛り上がり、二盛り上がり欲しいぞ、正直。ちょっとかっこいいな、顔は。ホンダってなんやねんな。これ良くない、私。しかも、撮影できなくなったりねえよ。できないかもしれないんで、まあ、再度連絡しますよ、言ったら。もうそっとね。ああ、そうなん。でも、できなくなるかもしれないので、再度連絡しますってさ。翌日3時に待ち合わせしててさ、前日の23時に来たらさ、もうそれできひんってことじゃない、さすがに。あ、違ったんや。あー、よくなかったんや。岩井社長軍に着いたというのは違ったんや。いや、ちゃうねんな、ちゃうねんな。変な人って何、変な人って何やねん。いや変な人って何やねんとか言い出したら、そんな岩井社長もっとすごいこといっぱい言ってたで。それはいやいや、ちょ飛ばそう、飛ばそう。おかしいか、既読つかない、返信してない、おかしい、忙しいの、おかしい、忙しいの、既読する、おかしい、既読する、おかしい、おかしいか、まあ、ちょっとな、今まで既読するじゃなかったからな。じゃあなんかなんで怒ってんのかが見えてこうへんな。忙しいね、既読するがするやろ、うん、既
憶数してねえし、キャンセルにしてねえし、リスケや言うてんねん、スケジュール再調整や言うてんねん。お金のないのは無職でないの、お前お金のない無職でないの。それはすいません、それはすいません、ざけんねん、それはすいません、ちょっといじってしまいました。いやちょっと、いや東北チャンネルに出演して知名度もらえる、ふざけんな、もう知名度あるわ、おい、調子乗ってるな、もう知名度ありますわ、いや増えるやろ、何のメリットもないですわ、出演料1万円やで、ふざけんなよ、出会んでもいいわ、断ってもいいわ。いやそうなんや、出演料も1万円じゃ出えへんねや。そうか、岩井社長にいくらもらったんやろこれ。気になるな。なんでこんな態度がでかくなってんのかわからんな、アトムホーク。メリットないやん、わしに。メリットないやん、わしに。あ、もうその段階なんや。アトムホーク出るメリットないフェーズ。まず岩井社長に言ってねえわ。あ？何何何？止めてねえわ。止めてねえわ。あ、止めてないんや。まず岩井社長に言ってねえわ。止めてなかった。あ、よかった。止めてなかったんや。あ、よかった。ちゃうねんな、そのほんまに止められてんねやろみたいなのではないねんな。ちょ本田さんそのな、むずいな説明これ。あ、むずいことしてもうてんねんな。え、もらってない。おい、え、なになに、ベテランチ、おなに、あ、ほんだってない。ちょ、弱い、弁護の人に対してほんだってない。ちょ、弱いねんな切り口。ちょ、切り口弱いなぁ。金なら李三軍も出すぜ。森月がな。なんぼや。めっちゃ主戦のやった。ここ全員見た人笑ってるとこやのに。金なら李三軍も出すぜ。森鉄がな。って。え、森鉄かーいの突っ込み待ちのとこやのに。なんぼや。いや、ちょ、本田さん違いますって。違いますやん。その、表のさ、違う。ちょ、ほんまに気まずそうな顔して藤原竜也みたいになってない。岩井社長に金もらったやろっていう話でした。もう忙しいね、マジ。まあ忙しいやろな、今多分。わし忙しいね。しかも既読するしねえし、嘘つかない。既読するはしてた。いや、これマジ聖杯やな、この人。めっちゃ気まぐれやん、この人が怒るかどうか。むず、聖杯戦争。そう、だから俺が岩井社長の方優先しても忙しいねん、わし忙しいねん、返事できねえよ。ちょっとでも、ほんまにちょっと嘘ついてる感じあるな。既読するやろ、しかし既読するしてねえし、未読するやし。既読するしてたって、既読の状態のスクショあったやん。なんかおかしいな、マジで。岩井社長になんか吹き込まれたんか、こんな。言ってないやん、一言も言ってないやろ、マネするとこやろ。言ってないやん、一言も言ってないやん。あ、そんなんないんや。岩井社長はそんなんしてないんや。じゃあ俺がこの推測のせいで本田さんと仲悪くなってしまってるやん、今。やっちゃった。俺が何も言わずに本田さんのことを心配しとけば、別に普通に本田さんとまた仲良く撮影できたのに、俺が岩井側についたのかとか、目を覚ませとかやってたら、本田さんが信じちゃって性愛どうか言ってもった。めっちゃむずいやん、これ。いや、ちゃうねんけどな、マジで分かってほしいな。このセーターみたいなのもあるな。うん。祝いに宣戦布告するシーンね、ここ。怖い顔してるな。お前再生数取りたいな、
ためだけに俺のことばかりして、でお前ろくに返事もせんと展開っていうパターンで、うん、どうや俺の岩井さんディスもでもちょっと嫌そうやな。なんて何ね、あれやっぱ岩井軍や完全に。なんでやちょ、なんだなんでや、あかん、あと40秒ある。え、なになになに、じゃあと40秒あるのしんどい。じゃあこいつほんまに全然できてない。こいつだけ聖杯戦争全然できてない。今までみんなめっちゃできてたのに、今まで捨てハゲも森哲もめっちゃできてたのに、ミキヤもできてないな。あ、できてる。ここだけできてる。わしに向かって本田ってなんやねん。ここだけできてるな。おい、ふざけんねん。弱いな。戦争場なよ。ああ、ちょっと待って、めっちゃおもろいやん。最後だけおもろ。何。わしに向かって本田ってなんやねん。おい、ふざけんねん。お、どうだ。戦争場なよ。いや、これどっちなんやろ、これどっちや。さすがにボケか。さすがに俺がやってるそのさすがに俺がやってるのを踏襲してのボケなのか、弱いこと言ってしまうみたいなことなのか、それともどっちや。ホンダおい、呼び捨てされて嫌だったか、ホンダ。お前はな、この聖杯戦争のな、ハイコンテクストなやりとりに全くついてこれてねえんだ。俺が言ってることと、俺がその動画で伝えようとしていることにはいつも違いがある。それをきっちり見抜いてくれ、ホンダ。何？戦争だ？タイマー貼ってよろしいねえか、お前。おい。